こんにちは、学部です。先日ちょっと大学生と飲み会をしていたんですけど、その時にこれからの若者ってどう生きるべきですかねみたいな、そういった質問をされたので、ちょっと僕なりの回答っていうのを動画にしていこうと思います。簡単に僕の自己紹介だけしておくと、現在フリーランスで月100万以上っていう収入を上げています。で、場所に縛られない働き方をしていまして、でメインの収入はブログとか、あとこの YouTube もそうなんですけど、この辺りなので、現在この動画っていうのは、フィリピンの首都マニラで撮影をしています。で、来週から、タイに移動する予定ですね。こういった感じのライフスタイルです。で、話を本題に戻して、じゃあ大学生これからどう生きていくべきか。で、僕の結論としては、場所を選ばずに稼げるスキルを身につけて、可能な限り生活費を下げて、自動化された固定収入を作るべきです。で、理由は簡単で、お金持ちになるための最短ルートだからです。で、例えばなんですけど、月収30万円で、25万円の支出っていうよりも、月収15万円で、5万円ぐらいの支出、こっちの方が貯金ができますよね。で、大半の人って、豊かになるためには収入をガンガン上げていくみたいな、年収を上げていくべきっていうふうに考えるんですけど、ただそれって結構そこを目指す人が多いので、僕が思うに、支出使うお金っていうのを減らしていく方が、割と難易度が下がるんじゃないかなと思っています。で、あと心の余裕っていうのは、結構貯金額にも依存すると思っていて、で、収入をめちゃめちゃ増やして、それと一緒に支出っていうのが増えていったら、結局貯金ってほぼできないですよね。ただ収入はそんななくても、生活費がすごい少なかったら、この分すごい貯金できるので、ここで心の余裕っていうのも生まれます。で、それだけじゃなくて、自動化された収入っていうのがあったら、基本的に働かなくても生きていけるっていう選択肢ができるので、これをまた心の余裕につながりますね。で、なので、僕が思うに、場所を選ばずに稼げるスキルっていうのを身につけて、で、それで、そのスキルで生活費の安い地域、僕だったらよく東南アジア行ったりしてるんですけど、そういった場所で支出を下げますよね。で、かつ、この YouTube とかもそうなんですけど、一回動画をリリースすると、そこから広告収入っていうのは、こう永遠に入ってくるみたいな、永遠という半永久的みたいな感じですね。こういった感じで自動収入っていうのを構築していくことで、割と心精神的に豊かな生活っていうのが作りやすいんじゃないかなと思ってます。で、こういった話をすると、そんなことできるのって、一部トップ1%じゃんみたいな、っていうふうに言われるかもしれないんですけど、確かにそれも正論で、ただ仮に、じゃあ月5万円ぐらいですね、これぐらい目指すのであれば、マジで1年ぐらい頑張れば割といけると思います。で、もちろん月5万でも結構大変なんですけど、ただ会社でめちゃめちゃ残業とかしまくるよりも、その時間で、例えばブログ書くでもいいですし、YouTube やるでも何でもいいので、こういったものをコツコツ続けていくと、月5万円ぐらい稼げますよね。で、5万円ぐらいあると、結構東南アジアだと、もうそれだけで生活できちゃったりするので、そしたらもうその時点でアーリーリタイアみたいな、そんな感じになれたりします。なので、これからの大学生、終身雇用とかもないですし、あとこれから日本どうなっていくかもわからないので、だったら、どこでも稼げるようなスキル身につけて、で、生活費下げて、で、自動収入作って、で、心の平和を保ちつつ生きていくのがいいんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。で、これを聞いている大学生は、確かに、じゃあそうかなと思うかもしれないですよね。で、思って、じゃあ大学生は、じゃあ具体的に最初何から始めればいいのかみたいな、さっき YouTube やれとか動画やれみたいな、ちょっと話したと思うんですけど、じゃあ、僕がその目の前に大学生がいて、じゃあどうアドバイスするかというと、まずは、自分で1円でもいいから稼いでみるべきっていう話をします。で、なんでかっていうと、1円って結構、小さいお金なんですけど、ただ完全に自分で稼ぐってなると、結構大変だからですね。で、1円を稼ぐ方法っていうのはいくらでもあって、それこそ、ブログでも OK です。で、ブログ、僕はもうブログでほぼ生活費を自動化してるんですけど、あと、YouTube でもいいと思います。今現在、僕こうやって YouTube で話してて、で、これで多分月5万から10万ぐらいっていう広告収入が入ってますね。で、その他に、例えばイベントの主催でもいいですし、あと、プログラミングで企業から受注して、それでお金を稼いでもいいと思います。で、あとは、ライティングとかで稼いでもいいと思います。で、方法は、めちゃくちゃ無限大にありますね。で、例えば僕の友達とかだと、その彼っていうのは留学してたんですけど、で、留学して、で、それで日本に帰ってきて、で、帰ってきて、その時に日本でトーフルで高得点を取るセミナーみたいなのを開いて、で、それで結構アルバイトぐらいの費用っていうのを稼いだりしてましたね。
でこんな感じでお金を稼ぐ方法っていろいろあって、でまず1円でもいいので稼いでみないと全然そのビジネス感覚っていうのは育たないので、まあ、何でもいいんで大学生まず動いてみるべきだと思います。でまあこういった話をして、まあ、一部の大学生はいや僕はスキルないんでちょっとそんなことできませんみたいな言うかもしれないんですけど、まあ、それ言っててもなんか何も解決にならないので、まあ、そしたら今から勉強すればいいじゃんっていう話ですね。でこれからだったら、まあ、例えばプログラミングでもいいですし、ブログでも YouTube でも、まあ、なんかいくらでもそういったものがあるので、まあ、興味あるものを始めて、で大学生だったらまあ結構時間もあると思うので、まあ、とりあえず1円でもいいので自分で稼いでみるみたいな。で1円をまず稼いでみて、その後にまあそれが100円とかになって、で100円が1万円になってみたいな感じ で当たり前の話として、月10万円稼ぐにはまずは1円とか稼げないと、そこには絶対到達できないので、まあ、最初のスタート地点ですね。でそれでまあ1円でもいいので稼ぎましょうっていう話です。というわけで今回以上なんですけど、まあ、この動画を見てもなんかどっから始めていいかちょっとわからないですっていうふうに思っている方がいたら、まず一番最初にその1円を稼ぐっていうのをやった方がいいんですけど、その1個前の段階として、まあ、環境を変えてみるみたいな、これもすごい大切です。で方法としては例えばアルバイトを辞めてインターンをしてみるとか、あとは、友達との飲み会に行かずにサロンに参加してみるとか、であとは例えば夏休みとか春休みみたいな長期休みを利用して一人旅に行ってみるとか、まあ、こういった感じでまあなんかいろんな方法っていうのがあるの で環境を変えるとそこから新しいアイデアっていうのが浮かんでくるので、まずはそこからスタートするのもありじゃないかなと思います。というわけで今回は以上となります。もしその大学生の方で、まあ、もちろんそれ以外でもいいんですけど、何か質問とかあったら YouTube のコメント欄で受け付けます。で基本的に全て回答するようにしているので、お気軽にご連絡ください。であともしこの動画が参考になったりしたら、チャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。であと Twitter でもこういった情報発信をしていますので、もしよろしかったらフォローしてもらえると嬉しいです。というわけでさようなら。